ケージフューリー・ファイティング・ジャンピオンシップスは、アメリカ合衆国の総合格闘技団体。ニュージャージー州、ペンシルベニア州などのアメリカ合衆国先海岸を拠点に活動している。警察官のフェリックス・マルティネスとエイミー夫人が創設し、2006年6月30日、旗揚げ大会、ケージフューリー・ファイティング・ジャンピオンシップス1を開催した。10月6日の、 ケージフューリーファイティングチャンピオンシップス2からは団体王座と並行してボクシング団体 NBC が認定する NBCMMA タイトルマッチも行われていた。スポンサーの建設会社が撤退したため2007年6月23日の CFFC 号最後に活動停止した。2011年マルティネスの高校時代の同級生で コンサルティング業のロバート・ヘイダックが買収し、4年ぶりに活動を再開した。2012年、フライ級王座を新設した。2016年、女子バンタム級王座、女子フライ級王座を新設した。プロ大会の前座でアマチュア戦を組んでいる。試合場は六角形のヘキサゴン掲示で行い、ニュージャージー州アスレチック、コントロールボード制定のユニファイドルールに準拠。 ありがとうございます。